Hi everyone, this is Tomo. Thanks for watching. こんにちは、Tomoです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はアインシュタインに学ぶ逆境の乗り越え方というテーマでお話をしたいと思います。この動画をご覧いただくことであなたは、逆境を乗り越えるための方法を知ることができるようになって、さらにそれを実践して逆境を乗り越えるための実現に役立てていただくことができるようになります。なのでどうぞ最後まで動画をご視聴ください。僕のチャンネルでは英語力を伸ばしたい方、そして海外で将来活躍をしたい方、そして自己成長したい方、そういった方に向けて動画を日々発信しています。僕の動画をご覧いただくことであなたの英語力が伸びて、あなたが将来海外で活躍をするために必要なスキル、そしてマインドセット、そういったものを得ることができるようになったり、あるいは自己成長のために必要な気づき、そして慰め、励まし、そういったものを感じることができるようになります。なので僕の動画をご覧いただいて、少しでもいいなとか、ためになったなって、今後の役に立つなって思っていただけたら、どうぞ高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、今日もですね、こちらの、僕が出版した本、道を開く、英語の名言50から、抜粋してですね、アインシュタインの言葉をご紹介して、その説明をですねさせていただきたいと思っております。この本ですね、実はAmazonで売っておりまして、ベストセラーにも選ばれた本なんですけれども、ですね、5つに分かれているんですね。はい、まず逆境の乗り越え、Overcoming Adversity。2つ目に失敗を恐れずに挑戦する。はい、Endeavoring by not being afraid of making mistakes。で、3つ目、家族友人の大切さ、Importance of family and friends。そして4つ目に、真の知恵を身につける、Obtaining the true wisdom。で、最後、5つ目に行動に移す、Putting into action。はい、この5つに分かれているんですけれども、今回はですね、前回に引き続き逆境シリーズということで、逆境を乗り越えるための方法についてご紹介をしたいと思います。はい、で今日はですね、アインシュタインの言葉をまずご紹介させていただきます。はい、すごく短い言葉なんですけれども、アインシュタインはこういうふうに言ってるんですね。困難の中に機会がある。はい、困難の中に機会がある。英語で言うと In the middle of difficulty lies opportunity. In the middle of difficulty lies opportunity. っていうふうにアインシュタインは言ってるんですよね。はい、今回はこの言葉を、中心にですね、お話をさせていただきたいというふうに思います。はい、でアインシュタインというのはですね、どういう方かってあなたはご存知ですかね。とても有名なので、とても頭がいい方であるし、物理学者でもあるという方、である方っていうのはあなたもご存知だと思うんですけれども、簡単に説明させていただくとですね、物理学の本当に専門家で、光量子仮説というものを立てた人なんですね。で、それによって1921年に、ノーベル物理学賞を受賞した方なんですよね。なので、多大なその研究をされたりとか、そう、たゆまぬその研究をどん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 続けていって、その功績が認められてノーベル賞を受賞したという、はい、方なんですよね。これがアインシュタイン、アルベルト・アインシュタインさんですね。はい、でそのアインシュタインがこういうふうに言ってるんですね。困難の中に機会がある。はい、簡単にこう日本でよく言われるのがピンチはチャンスだとか、ピンチはチャンス、ピンチの中にチャンスがあるとかよく言われると思うんですけど、同じことなんですよね。ピンチイコールチャンスとちょっと近いかもしれないんですけど、ピンチの中に、その機会チャンスっていうのは、隠れているんだよっていうふうにアインシュタインは言ってるんですね。でもしかしたらその何度も何度もその研究を重ねて、あるいはその仮説を立ててなかなかうまくいかなかった、それを何十回何百回何千回とやって、やっとですねそれが出来上がった、はい、そういった失敗だったりとか、実りがない、そういった期間をずっと経てですね、やっとそれが成功した、形になった、それをその自身のその体験をですね、振り返りながら、もしかしたらそのアインシュタインはこの困難の中に機会があるというふうに言ったのかもしれませんね。はい、In the middle of opportunity lies In the middle of difficulty lies opportunity、はい、このフレーズぜひ覚えていただければというふうに思います。はい、で結論なんですけれども、この短い言葉の中でもうそもそもそれ自体が、結論みたいなものなんですけれども、結論を言うと、困難つまりピンチの中に隠れている機会を見つけましょうってことなんですね。困難の中に隠れている、潜んでいる、一見したらわからないかもしれない、そういった機会チャンスがあるので、それを見つけましょうってことなんですよね。はい、じゃあどうやったら見つけられるか。はい、困難って言っても例えば、たくさんありますよね。人の
まあ、恋愛関係とかの破綻とか、あるいはその婚姻関係、結婚の破綻で離婚してしまったとか、まあ、経済的に今困窮をしているとか、友人関係が破綻してしまったとか、裏切られてしまったとか、そういったいろんなその痛みがあるし、まあ、困難がこの世の中にはあると思うんですよね。じゃあそういった困難の中にあなたがもしですね、あなたがもしそういう困難の中にいない場合はですね、どうぞこの動画をあの参考にしていただかなくて全然結構なんですけれども、もしそういったその困難があなたが少しでも感じている、あるいは今でなくても過去にそういった感じ、そういった経験を受けた、でそれに対して今あなた自身が思いがあるとか、そういった場合はですね、ぜひ、この動画を続きを見ていただきたいと思うんですけれども、じゃあですね、その困難をの中に潜んでいるチャンスをどうやったら見つけられるか、そこが重要だと思うんですよね。どうやったらそのピンチの中に隠れていて見えないような、そのチャンス、機会っていうのもを見つけることができるのか、そしてその困難っていうのは、まあ、読んで字のごとく大変な状態なんですよね、まあ、そういう時にどうやってそれを、まあ、見つけられない中で、そのチャンスとかその良い機会っていうのをが見えない状態の中で、本当に苦しい時にじゃあどうやってそれを耐えていくかっていうのが本当に重要になってくるというのを思うんですよね。どうやってチャンスを見つけていくか、そしてどうやってそれを耐えていくかですよね。見つけるまでですね、そのためのアドバイスをですね、簡単に少しお伝えしたいというふうに思います。はい、まずはですね、これ本当にあの言いきたりな言葉かもしれないんですけれども、深呼吸をしてほしいんですね。はい、深呼吸、本当にこう一息つくっていう、こういう感じですね。一呼吸を置くっていう感じなんですね。そうすると何が起きるかっていうと、リラックスできるんですよね。で、特にその、まあ、困難の中にあるとき、まあ、それが例えば1日2日とか、あるいは1ヶ月とかでも全然解決しないような大きい問題の場合は、特にですね、そんな呼吸をしただけじゃ楽にならないよって、問題解決にならないよって方もいると思うんですね。それは確かなんですよ。間違ってないです。ただ呼吸をしっかりすること、それを忘れずにっていうふうに深呼吸をすることによって、あなたの心にそのリラックスするスペースを与えてあげることができるんですよね。なので深呼吸を、10秒息を吸って15秒息を吐く、そういうペースでですね、どんどんやっていっていただければ、リラックスできるというふうに思います。まずだから深呼吸をするということ、はい、でそれだけじゃ何も拉致が開かないでしょっていう方もいると思うので、まあ、2つ目のアドバイスですね、まあ、深呼吸をするということ、そしてもう一歩具体的なこととしては、一歩引いてみるんですよね。あなたが今例えば別れてしまった、彼氏彼女と別れてしまった、そしてすごく辛いっていう困難があったとしますね、まあ、そういう時には、一歩引いてみる。すごく悲しくて恋しくて、まだ好きだ愛してるって思いがあるかもしれないけれども、まあ、ちょっとこう一歩引いてみる。そして自分、あなたが今いる、そのあなたが今悲しいって思ってる、そこにいるあなたを一歩下がったあなたが俯瞰して客観的に見てみるっていうことをしてみてほしいんですよね。まず一歩を引く、そして客観的に今その思い患って心が苦しいあなた自身を客観的に見てみる。考え方としては一歩引いて、そして俯瞰をしてみる。上から見るのか横から見るのか、どちらでもいいですけど、今のあなた自身を客観的にこう他者の視点で、第三の視点で見てみるということなんですね。あ、例えばあ、こういうふうに今別れることによって、心が苦しい自分がいるんだなっていうふうに理解することなんですね。まあ、それを自己認識力っていうんですけれども、それはまた別の話でしますが、そうやって認識していくことなんですね。そうやって客観的に認識することで何が起こるかというと、あなた自身の心に平安ができるんですよ。それは客観的にあなた自身を見ることができることによって、心に落ち着きが出てくるからなんですよね。じゃあ例えば恋愛じゃなくて、経済的なことにしましょう。これまで仕事をずっと続けてきたけれども、まあ、現在のこのコロナとかでですね、仕事を解雇されてしまった、あるいは職を失ってしまった、そういう場合に、特に家族がいる場合ですね、小さい子供、まあ、僕の場合も子供が今2人いるので、同じ状況なんですが、まあ、特にその家族がいる場合は養っていかなければいけないっていう責任ももしかしたらあるかもしれませんね。まあ、そういう時にはその単身の場合、1人のシングルの場合よりも何倍もですね、まあ、責任感だったりとか、まあ負担というのが、その心身の負担というのが大きくなるというふうに思うんですが、まあ、そういう場合にも同じですね。一歩引いてみること、そして今僕は、私はこうやって仕事を失ってしまった自分がいる、そして経済的に、お金が今厳しい状況だと、
そして家族を養っていくことに今どうしようかもがいていると、これからのその一手を打つその一手を模索していると、そういう自分が今ここにいるんだ、悩んでいて本当に苦しい、家族をさせていかなければいけないけれども経済的に今それができない状況だ、そういう自分が今ここにいるんだっていうふうに理解してほしいんですよね。そうすることによってあなた自身が客観的にあなたを見ることができることによって心が落ち着くんですよね。そうやって自分のことを深いレベルで認識していく、要は自己認識していくことによってあなた自身の心の中に落ち着きが取り戻せたり心の平安が戻ってきたりするわけなんですよ。それがまず大事なんですよね。だから問題を例えば、あ、じゃあこの仕事探してこの仕事探してって、それももちろん大事なんですけど、問題が何かあった時、困難があった時に解決策ばっかりを模索する必要はないってことを覚えてほしいんですよね。だって全ての問題に解決策があったらこの中で悩む人一人もいないじゃないですか。じゃあなんで悩むかって言ったら解決策がない問題っていうのがこの世にはあるからなんですよ。はい、それをまず認識してですね、解決策を模索するのは大事だけれども、それをいきなり模索するんじゃなくてまず心を落ち着かせましょうっていうお話なんですね。でそういう、お話を僕はしているんですね。はい、でまずだから深呼吸をして、そして一歩引いてあなた自身の状況を俯瞰して見てみること、そうすることによってあなたの心に安らぎが戻ってくるんですね。はい、でじゃあこういうここまで言ってですね、すごくなんか上辺だけのような話って聞こえてしまうかもしれないので、ちょっと簡単に僕自身の話をさせていただくとですね、まず僕自身2019年に、海外に8年半住んでいたんですが、まあ、それからですね、長いその海外生活を終えて、まあ、日本に帰ってくるっていう状況があったんですね。今からちょうど2年前なんですけれども、の2月にこう日本に帰ってきたっていう状態だったんですね。でその時に、上の子、今のその上の娘ですね、今2歳半ぐらいなんですけど、まあ、その時はちょうど生まれてまあ半年ぐらいで、で、まあ、日本に帰るっていうことになったんですよね。その時に僕は大学院に行ってたんですけど、カナダの大学院に行っていて修士課程を進んでいたんですが、その経済的に厳しくなってきた状況があったんですね。で、まあ、仕事もないしできないし収入もないと、まあ、そういう中でどうやって暮らしていったらいいんだということで、まあ、その本当の一番やりたいことでは実はなかったんですが、まあ、その仕方なくというかですね、まあ、日本に帰らざるを得なかったので、一旦その家族と、まあ、自分の妻と相談をして、日本に帰りましょうってこうことになったんですよね。なので、まあ、そういった状況の中で、まあ、経済力がまずない、仕事を探さなければいけないということ、そして子供ができているので、その若いその赤ちゃんを一緒に、まあ、そして自分の妻もですね、家族を養ってければなければいけないということ、そして大学院に行きたか大学院のその課程を進みたかったんだけれども、それがまあちょっと断念せざるを得なかった状況があったんですね。まあ、そういったそのトリプルパンチみたいな形で、まあ、日本に帰ってきたっていう状況が正直あったんですよね。まあ、そういう時にまさに困難だったんですよね。父親として、まあ、そして夫として働かなければいけないし、お金を家にしっかり持ってきて経済的に養っていかなければいけない、そして、それよりも、まあ、自分のその将来のビジョンが、その時チャペレンになりたい、病院のチャペレンになりたいっていうその仕事の目標というか夢があったので、まあ、それは今でも同じなんですけど、まあ、それがまあ叶わなくなったってことに対するその絶望感だったりとかがっかり感だったりとか、はい、そういったものがすごく大きかった。なので、まあ、本当にこう甚大な困難だったんですよね。はい、ちょっと言葉では言い表せないような。でまあ、その中でじゃあ 何を自分がしたかというと、もちろんお祈りしたりとか、あるいはその嫁妻にですね相談したりとか、信頼できる友達にも相談したりとかして、まあ、決めたことというのが起業だったんですよね。で翻訳業として起業をして、その翻訳業のまあ一環として本を書いていたり、はい、今現在するんですけれども、まあ、そういった形でですね、まあ、起業すると、まあ、その理由が、その子供とそしてまあ妻ですねとの時間を最優先にしたかったんですよね。家族を最優先にできるようなライフスタイルで働いていきたいっていう思いが一番強かったので、この起業という形で選んだわけなんですね。はい、で本当にその帰ってくる時はですね、もう本当にそれこそお金もなければ人脈もそれこそ浦島太郎状態で、
もう8年半ずっと日本に帰ってなかった、まあ、日本に帰ってくる時も何回かあったんですけど、また人脈の再構築みたいなところで本当にエネルギーも使うし時間も使うので、すごくもうそれだけでもメンタルがすごく疲れたのもあるんですけど、まあ、そんな中でもですね、そういったこう選択をすること、いろんなその企業に勤めるとかいろんな選択肢がある中で、まあ、起業をする、自分で自らビジネスを立ち上げて、家族を養っていく、そしてその自分が対象とする、例えば、まあ、読者だったりとか、あるいはその翻訳を必要とする企業の方だったりとか、まあ、個人の方に対して、貢献をしていく、まあ、そういったその選択をすることによって、まあ、今ですね、まあ、3年目になるんですけれども、ビジネスが、こう順調に、まあ、本当にそれこそ少しずつなんですけど成長していってるっていう状態なんですね。はい、なのでそんな困難の中でも、まあ、この祈りとかの中でですね、あと相談、信頼できる妻とか友達への相談の中で、この起業という道が与えられて、まあ、それを今突き進んでいるという状態なんですよね。なので、まあ、そういったそのアドバイスとかがなかったら全くその起業とかも考えることもしなかったと思いますし、まあ、そこでこうそういうアイデアがこう与えられたのがすごく恵まれているなというふうに思います。はい、で他の動画でもですねお伝えしているんですけれども、一つの例としては、僕は若い頃に両親を亡くしているんですね。17の頃に母親を病気で亡くしているのと、23の時に父親を膵臓がんで亡くしているんですね。なので、23歳の時に僕はまあ孤児というか、生涯寄り添うところがない、人がいない、その一番近しい家族がいないという状態になってしまったんですね。でもしその、まあ、そういうことに興味がある方ですね、はい、大人孤児とはっていう動画を出していますので、そちらをご覧いただければすごくありがたいと思うんですけれども、大人孤児というその状態の時に、特にその父親が死んだ時ですね、もう希望がなくなって、僕自身も何回も死のうと思ったんですよね。まあ、これは他の動画でも言ってるんですけど、やはりその一番僕が信頼していた、そして愛していたのが父親だったので、家族の中でですね、でやっぱりその父親がいなくなってしまうことによって、もう何だろう、生きてる意味がないっていうふうに思ってしまった時期もあるし、自死を考えた時期っていうのも本当にたくさんあるんですよね。まあ、でもその中で、まあ、困難じゃないですか。まあ、大人だからじゃあ辛くないじゃんっていう人もいるかもしれないんですけど、それは僕の場合はそれは辛かったんですよね。はい、大人だからって家族が死んだら辛くないわけないじゃないですか。はい、なので、まあ、僕の場合はすごく辛かったんですけど、まあ、そんな中で、まあ、孤独感だったりとか募っていったり、その何だろう、もう良くない考えとかもしてしまったりとかしてしまったことがたくさんあったんですけど、そんな中で、友達ですよね。その友達を、例えばその一つの例で言うと、その親友がですね、あるコミュニティに属していて、まあ、その別の友達のコミュニティですね、まあ、そこにこう、まあ、本当に数年ぶりに顔を出してみた、そして、そこの友達コミュニティの輪に入ってみた、まあ、それを実はしてみたんですよね。まあ、そうすることでその横のつながりがまたできたっていうことと、その、まあ、本当に愛してくれる友達っていうんですかね、本当にこう愛を持って接してくれる友達、ケアをしてくれる友達に、まあ、出会うことができた。はい、まあ、そうすることによって、本当に希望を感じて生きることができるようになりましたし、なんだろう、生きる理由っていうんですかね、生きる原動力っていうんですかね、が与えられるようにもなったんですよね。はい、なのでその困難の中でもその機会っていうんですかね、それをこう、まあ、模索して、はい、まあ、最善の一手をこう打つじゃないですけど、あ、親友がこういうところに昔行ってたなってことを思い出して、あ、じゃあ自分ももう一回行ってみようってことで行き出してですね、はい、でそこからまた輪が広がったと、はい、でそこからまあ助けられたっていうような、まあ、救われたっていうんですかね、はい、いうような話なんですね。はい、なのでこれはまあ僕自身の話でしかないんですけど、その困難の中に機会は潜んでいるってことなんですよね。はい、でそれはもしかしたら本当にあなた自身の周りの、今自分が言ったような友達かもしれませんし、家族かもしれませんし、あるいはその家族や友達との話し合いの中で与えられたアイデアだったりとか知識だったりとか出来事だったりとか、そういったものかもしれません。だけれどもそういった機会をですね、ぜひ見過ごさずに、目を留めながらですね、アンテナをこう張りながら、この中にはどういったその機会が隠れているんだっていうようなですね、目でこう見ていただいて、探していただければ、そういったチャンスが、本当はこれまであなたが全然見えていなかったチャンスっていうものが、隠れていたものが見ることができるようになるかもしれないというふうに僕は思います。はい、なので、ぜひですね、そのチャンスを、見つける努力をしてほしいなというふうに僕はあなたに思うんですよね。
はい、あなたが困難の中にいる場合はぜひそのチャンス、隠れているチャンスっていうのを、見つける努力をしてほしいなというふうに思います。最後にですね、まあ、おまけではないんですが、この英語の表現として、僕のチャンネルは基本的に英語の英語力アップしたい方とかに向けて送っていますので、今回もですねこのアインシュタインの言葉 In the middle of difficulty lies opportunity なんですけど、この中に英語のポイントとして2つあるのでちょっとご紹介させていただきます。まず1つ目はですね、統治法ですね、はい、統治法、これどういうことかというと語順を入れ替えるんですよね。語順をこう入れ替えて、表現する、まあ、そうすることによってちょっと格調高い表現になったりとか、まあ、イギリス英語っていうんですかね、ちょっとその格調高いような表現になったりとか、かっこいい表現になるんですよね、はい、でなんかこう強調したい時とか意味を持たせたい時にあえてその入れ替えるってことをするんですけど、この In the middle of difficulty lies opportunity、はい、これじゃあ通常の文章はどうなってるかっていうと、Opportunity lies in the middle of difficulty. Opportunity lies in the middle of difficulty. になるんですよね。Opportunity っていうのが、まあ、機会なので、これは主語なんですよね。で、その主語が普通は最初に来るので、Opportunity で、lies で動詞が来て、in the middle of difficulty で、どこにってことで、その困難の中に機会はあるんだよ。lie あるんだよっていうふうに言ってるんですよね。で、それをこう入れ替えて、その動詞、ですよね、lie の前と後ろを入れ替えるんですよ。そうすると in the middle of difficulty で、その後に lies opportunity、はい、こういう統治法をなかなかこう話し言葉ではすることは少ないんですけど、まあ、基本的にこう書き言葉というか、そのこう本とかですね、本とかの時にまあ出てくるような表現なんですよね、統治法っていうのは基本的になんですけど、まあ、これをこうマスターしていただくことによって、まあ、いろんな表現をこう統治しながらいうことによって、まあ、いろんなそのバリエーションをですね、表現を特にそのライティングとかの時に持たせることができるようになりますので、ぜひこの統治法というテクニックを覚えてほしいなと思います。そしてもう一つですね、この困難の中に機会がある In the middle of difficulty lies opportunity、 この言葉のまあ、似てる言葉としてですね、一つあなたにもう一つ知っていただきたいのが Blessing in disguise、 Blessings in disguise という言葉なんですよね、はい、Blessings in disguise、 これぜひ覚えてほしいです。ちょっと直訳がこれはなかなかない英語なので訳すのが難しいんですけど、 Blessings というのが、まあ、祝福なんですよね、恵みとか祝福、はい、恵まれていること、祝福されていること、これその祝福っていうのを Blessings、特にそのアメリカとかでは God bless you, God bless you っていうんですね、神の祝福があるように、神の祝福があるようにっていうふうに、会う人会う人こう、まあ、別れるとき See you とかっていうときに God bless you とかって、まあ、普通に言うのが、まあ、当たり前の文化なので、これもぜひ覚えていただきたいんですけど、 God bless you ですね、はい、May God bless you で、その bless you がその祝福っていう意味なんですよね。祝福するって動詞で、まあ、その名詞だから blessing で祝福なんですけど、blessings in disguiseこれどういう意味かというと、ディスガイズっていうのがそのちょっと覆いかぶさっているとか、変装しているとかっていう、まあ直訳だとそういう訳になるんですけど、でどういう意味なのかっていうと、一見してみると、まあ、悪いものあるいは何かこう良くないもの、まあ、今回のような困難ですよねに見えるものが実は祝福だったんだよっていう表現なんですよ、はい、Blessings in disguise、困難に見えるものの中に実はその良い部分、その祝福されている部分、祝福的な部分があるんだよっていう表現、これが Blessings in disguise なんですよね。なので、まあ、先ほどの僕の例で言うと、その起業ですよね、するに至ったその理由が、まあ、その経済的に困窮をしていて、まあ、家族の最善を思ったその、最善のスタイルのものを働く方法を選びたいって時に、まあ、起業というものが与えられた、まあ、それもその経済的に厳しい状態だったことが、まあ、困難ではあるんですけれども、その起業するっていう選択ができること、そしてそのアイデアが与えられたことが祝福だったんですよね、はい、で、まあ、自分の先ほどの2つ目の例で大人孤児っていう例をご紹介したんですけれども、その場合も両親を亡くしてしまったってことはもちろん困難だし、すごく誰も望むようなことではないんですけど、まあ、その中に、その友人関係の再発見とか再構築、そしてそこにこう本質的な愛を持つ人を見つけることができたとか、本当にこう心の安らぎを感じることができたとか、希望を見出して生きることができるようになったとか、はい、そういう祝福が
あったんですよね、その中にですね。だから逆に言えば僕がその日本に帰ってきて、仕事をしなければいけないという状況にならなかったのであれば、起業するということもなかったですし、まあ、本も書いたりとかってこともなかったと思います。そしてもう僕がですね、両親を亡くすことがなければ、はい、そこまでこう人に感謝をしたりとかですね、あるいはその大事な友達を見つけたりとかですね、そういったこともなかったというふうに思います。はい、なのでこれはですね、この表現 Blessings in disguise、 これぜひですね覚えていただきたいなというふうに思います。この困難の中に機会があると本当に同じような表現になるんですけれども、はい、今回はですねこのアインシュタインに学ぶ、逆境の乗り越え方ということでお話をさせていただきました。困難の中には機会があるんです。 In the middle of difficulty lies opportunity、はい、And blessings in disguise、はい、この2つをぜひですね、覚えて、あなた自身が困難にあるとき、別れてしまった、そして、好きな人と離れ離れになってしまった、そして死別してしまった、経済的に厳しい状況だ、仕事を失ってしまった、そういう困難にぜひある人はですね、特にこの言葉を覚えて、乗り越えるための参考にですねしていただければすごく僕自身も嬉しいですし、あなた自身も本当にこう希望を持って生きることができると思います。はい、今回もご視聴いただき本当にありがとうございました。それではまた。 Thank you so much guys for watching. See you next time. Bye bye.